神奈川大学の学生2名が、世界遺産であるドイツの、ケルン大聖堂に落書きをし、大学側が現地で謝罪を行っていたことが分かった。神奈川大学では、海外研修の一環として6月30日に、ケルン大聖堂を訪問。その際、学生2名が名前と日付をペンで書き入れ、ケルン大聖堂にも行って580の階段登って絶景も眺めて名前刻んできた。笑い、とツイッターに投稿した。この投稿がきっかけで学生による落書きが判明、7月7日に副学長と学生がケルン大聖堂を訪問し、謝罪した。学生の投稿やツイッターアカウントはすでに削除されている。神奈川大学は、この件について学長名で文章公開。ケルン大聖堂の関係者の皆様はもとより、長い歴史の中でケルン大聖堂を愛し尊敬してきたドイツ国民、世界の皆様に心からお詫び申し上げます、と謝罪した。今後は、大聖堂の歴史的建造物としての修復事業への可能な限りの協力、支援に努めるとともに、ケルン大聖堂の関係者をはじめ国内外から講師を招聘して、ケルン大聖堂の歴史と伝統、や、文化財の保存及び修復、についての教育を行ってまいります、としている。